フィリーは、イスズ自動車で1997年から2002年にかけて販売された E セグメントに属するセミキャブオーバー型ミニバンである。1997年7月から販売が開始された。フィリーは、すでに同年5月に販売されていたエルグランドをベースにフロントグリルやリアガーニッシュといった主要パーツの一部衣装変更を施したバッジエンジニアリングモデルで、 日産自動車から OEM 供給を受けていた。グレードはエルグランドの X に相当するフィリーと同 J に相当するフィリー E タイプの2種。1998年 VG33E エンジン搭載車を追加。1999年9月初のマイナーチェンジを実施。社名をファーゴフィリーからフィリーに変更。グレード名はフィリータイプを タイプ E にフィリーをタイプ L に変更。外観に関してはリアガーニッシュを新デザインに変更し一部樹脂パーツをカラードにするなど小規模程度にとどまるがディーゼルエンジンを QD32H から DOHC の ZD30 だけに変更。2000年10月2度目のマイナーチェンジを実施。タイプ E が廃止されたためグレード故障がなくなった。外観は エルグランド同様、ヘッドライトをマルチリフレクタータイプに変更するとともにバンパーを新造形とし、高級感を高めた。同時にガソリンエンジンを VG33E から新開発の VQ35 でに変更。主要パーツの一部衣装変更の他には、両者との差別化はほとんど図られることはなく、結果として、販売は思うように振るわないなど苦戦を強いられた。 フィリーの生産は2002年4月、販売は2002年5月のエルグランドのモデルチェンジを持って打ち切られ、同年9月には、イスズ自動車の国内乗用車市場からの撤退が正式に発表された。また、パラメディックもイスズ自動車に OEM 供給され、スーパーメディック2として販売されたが、フィリーの販売終了と同時に、トラックのエルフベースのものと共に販売終了となった。 これは、ファーゴベースの救急車の後継型とされる。フィリーは、英語で、メスの子馬を意味するフィリーに由来するもので、可愛らしさ、ファミリー、将来性というソフトで温かなイメージを連想させる、ネーミングとして命名された。なお、1999年の9月のマイナーチェンジに、伴う、名称変更が施される以前は、かつて発売されていた、自社生産ワンボックス。 ファーゴの名を冠して、ファーゴフィリーと称されていた。ありがとうございます。